願いします。まずはいよいよ開幕したクライマックスシリーズ、昨日の初戦を振り返ります。先に2勝した方がファイナルに進むクライマックスシリーズファーストステージ、3位西武を迎え撃つホークスの先発は千賀。1回2者連続三振を奪うなど3人で片付けると、2回には先頭山川を空振り三振。いや、浜田さん、千賀の立ち上がりどう見ましたか？もう抜群の、ね、立ち上がりでしたよね。全球種操れてたし、はい、なんといってもやっぱ気持ちが、ね、入ってましたのでね、魂のピッチングのスタートでしたよね。はい、気合十分でした。その千賀は3回に先頭バッターにフォアボールを許しますが、その後バックが千賀を助けます。柳町しっかり走ってのプレー、浜田さん、このプレーいかがだったでしょうか？しっかり追いつきましたし、この後のこのカットプレーですよね、カットマンまでしっかり投げて、これもなかなか珍しくてね、ランナーに当たると普通それるんですけども、ちょうどファーストに取れるところに行ったっていう、運も味方したのかなというプレーでしたね。隙もありましたね。ありましたね。そしてその裏ですね、周東がチーム初ヒットツーベースで得点圏に進むと、ワンアウト二塁一塁で1番三森。いや、これもナイスバッティングでしたね。見事でしたね。これまでの打席の球種が全部ねフォークボールで攻められたんですけど、唯一この高めのストレート失投なんですけど、それをしっかり仕留め切った見事なタイムリーヒットになったんですね。はい、さらにランナー2人を置いてキャプテンの柳田。見事な一発でした。よっ、千両役者というところですね。やっぱりこれまでその1打席目に同じインコースの低めのスライダーで三振したんですけども、はい、そのボールをしっかりこう当てに行ったと表現してましたけども、当てに行きながら運んだというところでチームの勢い、これでいけるという雰囲気をもたらしたプレーになりましたけどもね、はい。その後5回千賀は西武打線につながり、初めて連打を浴びピンチを背負い、名手中村晃のこのプレー、浜田さん、これも珍しいプレーでした。はい、これ1、3塁で打球によって投げなきゃいけないところがあるんですけど、全てセカンド、はい、ファーストを踏むかホームに投げるかって一瞬の迷いが手元を狂わしたというプレーですよね。決戦緊迫した場面というのもあります。さらには6回3番森に手痛い一発を浴び、これで1点差に詰め寄られます。しかしホークスはその直後、その裏に満塁のチャンスを作り、バッターシュート。浜田さん、初球を捉えました。ここもツーアウトからね、通過点が欲しい場面でしたし、1打席目ね、まっすぐねしっかり捉えてましたので、バッター打席の余裕はあったんでしょうけどもね。はい、いいリードになったですね。大きな追加点になりました。打線の援護を受けた千賀は8回長打が出れば同点の場面でバッター栗山、なんとか切り抜けました。浜田さん、これも痺れる場面でした。やっぱり最後この栗山投手に対しての8球、はい、すごく良かったし、時間をかけてね、最後フォークボールでいきましたけども、今日この日ちょっとフォークボールがね、西武打線にちょっと見極められただけにね、はい、最後いいところに落ちて良かったかなという投球でしたね。そしてその後を託されたモイネロはランナーは出しますが、最後のバッターは空振り三振。クライマックスシリーズファイナルステージ進出へ王手をかけました。ということでホークス初戦取りました。いや、ただハラハラする展開でした。まず浜田さん、先発の千賀投手、改めていかがでしたか？はい、やっぱりこう負けられないと、いう試合の中で、かつピッチングをしなきゃいけないというところではその通りのねピッチングをしましたし、それまず先制点を与えない、で相手の高橋コーナーもすごく立ち上がり良かったから、それもすごく刺激になって、それ腹をくくったと思うんですね。これはなかなかこう味方も点を取られないだろうな、取ってくれないだろうなっていうところで、そこで、っていう気持ちも乗ってたし、その、はい、あの全球種に操れていけたっていうところでね、良かったんじゃないですかね。もう本当勝つためのピッチングをねしっかりしてくれましたし、そして打線は浜田さん、いかがだったでしょう？やっぱりこうつながりっていう部分ですね、はい、あのツーアウトからタイムリーが出たっていうところあるんですけども、この三森選手と、まあ、柳田選手、三森選手、柳田選手の、 あのリーグ最終戦も打ってたんで、あと周りの選手ですね、牧原選手であったり周東選手であったりっていうところがどれだけ活躍するかっていうのがポイントになると思ったんですけども、そこがしっかりつながってきましたのでね、そこはなかなかこうシーズン中にそれができなかったですよね、はい、まあ、正直そのあと1本が出て1勝しとけば、うん、あと一つどこか勝っとけば優勝したわけですから、 それが逃したというところになると、その要所要所でしっかり昨日はつながったというところで、高橋コーナーも良かっただけにですね、よく攻略したかなというところですよね。そうですね、現地で山根さんも見てたでしょうけれども、もう興奮したんじゃないですか？もう
興奮と緊張が渦巻いてですね、もうギータのホームランでうわーってなって、またこう最後のモイネロまでもうドキドキが止まりませんでした。それだけの接戦ではありましたが、はい、改めて見てみましょう。クライマックスシリーズの日程なんですけれど、まずファーストステージ2勝した方がファイナルに進みます。ホークスすでに一つ星ついておりますので、はい、今日勝ちますと、まあ、オリックスにリベンジするためのファイナルステージに進むということなんです。そしてそこで初めてポストシーズンで指揮を取ります藤本監督を直撃しました。リーグ優勝を逃した悔しさ、クライマックスシリーズにぶつけます。野球人生の中で一番悔しかったし、選手が一番悔しかったんじゃないですかね。心の内を包み隠さず語ってくれた藤本監督、いざリベンジへ。監督が考えるクライマックスシリーズのポイントは、山川そして森ですね。この2人が一番要警戒であって、この前にランナーを出さないということですよね。ポイント1つ目は西武の3番森、4番山川の前にランナーを出さないこと。2つ目は投手陣の起用法について。中継ぎ陣の使うところですね。もう1人1冊とかね、まあ、もう全員の選手使うつもりで頑張っていきます、はい、トーナメントのつもりでね。中継ぎ投手陣のフル活用を明言しました。そして打線のキーマンとなるのは、打つ方では当然柳田ですよね。柳田がやっぱり引っ張ってもらわないと、うちの打線はなかなか得点できないんで。やはりキャプテン柳田選手の名前を挙げました。昨日も見事な活躍でした。